セインツタワー3建てハウスはかつて山梨県甲府市にあった不動産会社である。1972年創業。1999年甲府市北口に山梨県としては初めてとなる60メートル超えの高層マンションセインツタワーを竣工し販売。さらに2007年には90メートル超えの高層マンションセインツ25を竣工。 販売するなど県内の高層マンション事業を手掛けていたほか、甲府リバーサイドタウン内にあるリバーサイド住宅公園にモデルハウスを作るなど住宅事業も行っていた。しかし、甲府市内でのマンション競争の激化による値下げ構成や世界金融危機による不景気の影響を受けた形となり、資金繰りが悪化。1999年には32億円の 売上があったものの2009年には14億円、2010年には年賞ベースで2億6000万円まで減らし、赤字に転落していた。そして2011年5月に、甲府市大田町の事業所を閉鎖し自己破産を申請した。大型倒産情報3建てハウス甲府の3建て、ハウス、自己破産の準備負債15億円見通し。ありがとうございます。